全国小学生陸上競技交流大会は毎年8月に神奈川県横浜市の横浜国際総合競技場で開催される小学生の陸上競技大会日本陸上競技連盟主催日清食品ホールディングス株式会社協賛1985年に創設当初から日清食品が協賛しているため日清食品カップとして開催されている 小学生の陸上競技の中では重要な大会の一つであり、末津具信吾、池田久美子、大久保義人などの有名なアスリートがこの大会に出場した経験を持つ。また大会では、少年少女の陸上競技に長年貢献された指導者に、安藤桃福記念賞の表彰も行われる。なお日本陸連では、小学生の競技者登録ができない。2007年は、 同年の世界選手権会場の大阪市の長い陸上競技場で、またかつては国立競技場で開催された。また2020年はオリンピックパラリンピック開催の影響で9月20日に開催予定だったが中止。大会の模様は後日 E テレで中継録画される。以下は2017年現在のもの。 小学生5.6年生に該当する年齢で各都道府県での地方大会、選考会を経て選ばれた代表選手22名までと指導者4名までが参加できる。以下は2019年現在のもの、男女それぞれ実施。ありがとうございます。